東京都職員共済組合青山病院はかつて東京都渋谷区に存在した病院である。運営者は東京都職員共済組合で青山病院の通称で知られた。青山、表参道地区においては最大の医療機関であったが2008年3月をもって廃院となった。病院は青山病院となる以前には交通病院で青山通りに続く。 隣接地にはかつて都電の車庫があり、交通病院の周囲には電車を運転する練習用の線路が一周していたこともあった。青山病院は1968年12月2日、この交通局病院に東京都職員共済組合が運営していた飯田橋病院と東京都健康保険組合が運営していた明石病院を統合して設立された。 当初は東京都共済組合組合員のための職域病院であったが、1987年からは一般患者の診療も開始、2002年には清瀬病院の廃止を受けて再編、健康管理センターも設置された。病院として最盛期には11の診療科を要していたものの、2004年の新医師、臨床研修制度開始後には、 医師不足のために複数の診療科で医局人事による派遣医師の引き上げが生じた。2006年、青山病院のあり方に関する検討委員会報告書において特色に欠ける病院であること、医師の確保が困難であること、赤字体質からの脱却が見込めないこと、施設も建て替えの必要があるが120億円から170億円の 資金調達の用があることなどから、病院本体の運営は廃止し、病院の有する健康管理機能を拡充していくべき、との提言が出された。これに従って、青山病院は2008年度末をもって廃院となった。病院は、東京都共済組合組合員のための職域病院として、診療時には、西新宿の東京都庁から、 渋谷区役所経由の連絡バスも運行されていた。跡地には TBS ハウジング渋谷会場が2013年4月26日にオープンしたが2019年6月に閉鎖している。AB 神宮前5丁目原宿1995コムプロジェクト温田表参道商店街1994年12月25日発行 P62 例えば救急は 急性アルコール中毒の患者がほとんどであったという、ありがとうございます。